我々はビオレシャソバージュに代わって二の護衛を任されたローズコションです。騎士も人材不足か。ひどく質が落ちたもんじゃ。バカにすんのか。およしなさい。いいですか、ジャックさん。信用というものは一つ一つ積み上げていくものです。これまで護衛してきたビオレシャソバージュには確かな実績があり、我々にはありません。だからこそ粉骨砕身、誠心誠意を持って信頼を獲得していかねばならないのです。はあ。部下はバカだが、団長は少しは使えそうじゃねえ。いいじゃろう、しっかり護衛せよ。この荷を奪われたらえらいことじゃからな。気を引き締めて任務に当たらせていただきます。おう。ウケケケケケ、俺たちはゴブリントリオ。置いてけ置いてけ。なんだ。団長、ゴブリンです。二人とも落ち着いてください。こちらは4人、敵は2匹、恐るるに足りません。あれ、でも団長、確かこいつら3匹いましたよ。え、んだ、ここにおるべ。なんとっていうか、クライブ気づいてたのか。んだ、オラはちゃんと見とっただ。見ていてどうする。俺ら勝ち組。置いてけ置いてけ。
団長、どうします？困りました。何にも思いつきません。おー、私はどうすれば。王国騎士団憲章には人質の命を最優先し交渉をと。あ、それです、交渉です。ミドリーさん、お手柄ですぞ。では団長、交渉を任せてください。暴力はいけません。ここは一つ平和的に話し合いで解決しようではありませんか。あなたは何をお望みなのですか。ヤギ、クー、ヤギ、置いてき。ヤギですと？積み荷ではなく。ダメです、そんな要求は飲めません。働き者のヤギさんを食べるなんてかわいそうじゃないですか。それに今ここでヤギさんを失ったら荷を運べなくなります。いきなり交渉決裂か。というか今のは交渉だったのか。じゃあこいつ殺す。うわあ、それは待っていただきたい。ヤギダメならゲームやり。は？しりとりだ、勝てばタダで通してやる。しりとりですか。それに勝てばいいんですね。団長、これはおそらく罠です。罠かもしれませんが、やるしかありません。じゃあ、俺たちからで。どうぞ。ゴリラ、ラッパー、パパパパイン。運がつきました、我々の勝利です。よっしゃ。バカだ、完全にバカだ。3回勝負だ。そんなこと聞いてねえぞ。嫌ならこいつを殺す。わかりました。では3回勝負としましょう。もう一度私たちが勝ったら通してもらいますからね。約束は守る。いきなり約束を破ったくせに何を今さら。何か言ったか。いいよ、じゃあ行くぞ。スイカ、カッパー、パーパーパーパイン。我々の勝ちです。何がしたいんだこいつら。どうしてパイナップルって言わねえだ。もうどうでもいい。団長、今のうちです。では皆さん、懲らしめちゃいましょう。助けに行かんのですか。たかがゴブリンです、様子を見ましょう。しかし、それに見ておきたいのです、ビドリーさんはどれだけの力をお持ちなのか。ヒュッハヒュッ、いや、はぁ、リミットエクシード、行くぜ。ヒュッハヒュッヒュッハだったね。
お前ら弱すぎ。俺はオークと戦いたいんだ。何を勝手なことをほざいている。冗談じゃない。あれ、リドリーちゃん、まさかビビってんのかな。何とでも言え。オークに会ってから後悔するな。ほら、二人ともまだ任務は終わっていないんですから。気を抜いているところをオークに襲われたら本当に殺されちゃいますよ。いやー、えらい目にあっただな。誰のせいだっつーの。ようやくラジアータです。おお、ご苦労じゃったな。ドア殿、ビッチ殿、ここまで来ればもう安心です。そうか。
はあ、愛しのオーク、戦いたかったな。何が愛しのオークだ。お前なんか剣を抜く前に踏みつぶされるのがオチだ。やってみなきゃ分かんねえだろ。それに俺は強いやつと戦うごとに強くなる。未知なる力が目覚めていくんだ。漫画の読みすぎだ、バカ。到着。ねえ団長、さっきからずっと不思議だったんですけど。何でしょう。凱旋パレードは？そんなものありませんよ。え？でもよく街の大通りで大勢の人が騎士団を出迎えてとかやるじゃないですか。それは有名な騎士団が大きな任務を果たして戻った時だけです。そうなんですか。田舎者の幻想も結構だが、残念ながらお前の実力ではそんな甘い望みは一生叶わないぞ。うるせえ。手柄をいっぱい立てて有名になればいいんだろ。ご苦労じゃった。無事に送り届けてくれたこと礼を言うぞ。はっ。間抜けなゴブリンに襲われた時はどうなるかと思ったがな。あのような危険な目に遭わせてしまい返す言葉もございません。ガウェインの息子の手並みを見てやろうと思うてな。は？もしやドワドノビッチ殿は死をご存知なのですか？ガウェインはもちろんお前さんのこともよく知ってやる。私のことも覚えとらんか。まあお前さんはまだこんなだったからな。まあいい。あの小さなガンツが成長した姿を見られてよかったわ。少し頼りないが、お前さんの心もガウェインに似てなかなかのもんだな。これからはいつでも好きな時に血の谷に遊びに来るがいい。こやつらも連れてな。また会おう。行っちゃいましたね。ええ、団長、私たちもそろそろ行きましょう。そうですね。ローズコションです。任務を終え帰還いたしました。ご苦労様でした。任務が終わったらその後どうするんですか？ジャックさん、任務はまだ終わっていませんよ。騎士団を統括するラークス様に結果をご報告するまでが任務です。なるほど。家に帰るまでが遠足ってやつですね。やっぱり遠足気分だったのか。だな。うん？
ローズコション任務を終了し、ただいま帰乗いたしました。入ってください。まずは無事で何よりです。ありがとうございます。初任務はいかがでしたか？途中ゴブリンの襲撃があり、少し慌てることもありましたが、皆がよく役割を果たし、被害なく対処できました。それは素晴らしい。皆さん疲れていらっしゃるでしょう。他の詳しいことは報告書で結構です。了解いたしました。あ、それとこれを。地の谷の長老ゴンドノビッチ殿より国王陛下へ宛てられた親書です。わかりました。お預かりいたしましょう。ではこれで任務は完了です。下がってお休みなさい。騎士にとって休息もまた仕事。しっかり休むのですよ。はっ。ラークス様がおっしゃられたように、騎士の休息は次なる任務のためです。城内をうろついたりしないで、ちゃんと眠るんですよ、ジャックさん。なんで名指しなんですか？リドリーさんは今さら城内を珍しがったりしませんし、クライブさんは僧侶ギルドの方へお戻りになりますからね。世話になったべ。いえいえ、こちらこそです。でもオラ、思い返すと全然役に立ってなかっただ。んだな、しか言ってなかったべ。そんなことはありません。クライブさんのおかげで空気が和やかに。いつまでも今のままのクライブさんでいてくださいね。報酬はオラシオンの方に手配しておきます。それではまたお会いできる日を楽しみにしております。危なかった。もう少しで役立たずであることを自覚させてしまうところでした。やっぱりクライブって役立たずなんですか？俺はてっきりオラシオの人はみんなああいうもんなのかと。人柄はともかく、はっきり言って彼の能力は下の下です。そうなんですか。サンバカゴブリンの時に気づくだろう、普通。オラシオンなど各ギルドは騎士団と比べて加入基準が甘いですからね。ですがオラシオンにも騎士さえも打ち負かすような方もいると言います。ピンキリってやつですね。はあ、なんだかどっと疲れました。私は部屋に帰って休みます。それではお疲れ様でした。じゃ、え、じゃってそれだけ？かわいくない。